で彼女はですね、はい、どういう人かっていうと、まあ、ハーバードで MBA を取ってるような人なんですけども朝会社に行く時に、はい、どんな服装していったらいいのかようわからんということで Twitter、はい、とか SNS でもってアドバイスしてくれると、はい、それ非常に助かるというような感じで,いいで,、ね、で写真まで送ってね,ね、えー、こういうふうにしてみたらとかそれにはこれでアクセントつけたらっていうこういうふうなね、はい、えことをやってくれるサイトというものが出てまいりましてそのサイトはそこに書いてありますね。 えー、ゴートライ・イット・オンというね、ゴートライ・イット・オンというふうに書いてありますけれども、おこれはですね、要するにその家を出るときの、えー、要するにトータルコーディネーションについて、はいまあ、クックパッドみたいなもののね、服装版というふうに考えたらいいんですかね、これ、下に男性の写真もあるので、男性もね、い割に少数ですが、男もいるっていうふうに書いてありますね、えーえー、でこんなものが商売になっちゃう、ね、グループ本でもそうですね。えー まああの一度潰れて今、非常に調子のいいプライスラインドットコムとかねリバースオークションですけどもまあアメリカっていうのはこういうのをどん,どんどんどんやっちゃうとハーバード出たからっつってねえ会社に勤めるなんていうんじゃなくてねこういうことをやっちゃうというこんな感じですかねひょっとして自分で困ってみたらみんなどうしてかなって考えてやっちゃうというこれがやっぱりねエネルギーがあるわけですねそれからあの不動。